4DX ってね、上映が始まる前にデモンストレーションみたいな映像が流れて、実際にね座席が動いたりするんですよ。でそこでね、水しぶきがバシャーっと顔にかかったんです。目がね水浸しになったんです。もうね、映画館のあちこちから私も含めて悲鳴が上がるわけですよ。確かにね、水しぶきの演出はお手元のスイッチでオフにすることができますって言ってくれてたけど、まさかさ、ここで水しぶきかかると思わないじゃん。もう最初に言って